大山蓮華は、木蓮華木連属に分類される、落葉紅葉樹の低木の一種。古くは1695年の伊藤伊兵による、演芸書、花壇地金賞に記載され、遠方年間に、江戸に栽培用として持ち込まれた。和名は、奈良県南部の大峰山に自生していて、ハスの花に似た白い花を咲かせることに由来する。別名が、宮山蓮華、モンラン。 学名の種称名は、ドイツ人のシーボルトに由来する。鑑賞用として、苗木が販売されているものは、禁煙種の大葉を山連煙である。樹高は、1から3メートル程度。葉は5生し直径5から10センチメートルの方向のある白い、半球状の花を下向きに咲かせる。おしべは、わずかにベニを帯びた白色。開花時期は5から7月。 花の寿命は4から5日程度。種子があるが、倒伏した枝から発根し栄養繁殖も行う。宮間に生育する、大山蓮華中国、朝鮮半島、日本に分布する。朝鮮民主主義人民共和国の国家。日本では、関東北部伊勢谷川学周辺がその北東原の本州、四国、九州、薬島に分布する。 奈良県の八京ヶ岳と明城ヶ岳周辺に自生地があり、1928年2月7日に国の天然記念物に指定された。長野県上松町の町の花と奈良県天川村の村の花である。標高1000から2000メートルの山地の林内などに自生している。日本の各都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。 環境省としての、レッドリストの指定はない。環境省により、上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、南アルプス国立公園、白山国立公園などで、自然公園指定植物となっている。禁煙種のオーバーオヤマレンゲ。ありがとうございます。